昆虫ハウス101号室80です。お願いします。はい、3連休皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はこれからカラオケの夜勤なので、笑ってられるのはこれが最後なんですけども、祝前の日曜日のカラオケは地獄ですからね。せめてこの動画の間だけでも楽しくやらせていただきます。今日紹介するのはこちら、ユニコーンマンティス。こちら先日生き物即売会ブラックアウトで購入したユニコーンのような頭の角が特徴的なマレーシアのカマキリ、成虫のメスです。このカマキリの珍しい特徴としては、卵嚢と呼ばれる卵をまとめて包む泡を一切作らず、一個一個むき出しで産みつける。ツルツルとしたテーブルの上だと落ち着かず、一生懸命足場を探している姿がとても愛くるしい。このタイミングで人差し指という名の足場を設けてやると必死ですがってきます。あ、このカマキリ自分に懐いてるんだと勘違いできちゃいます。今日はこのユニコーンマンティスちゃんにご飯を与えて食べきるまでをね、タイムラプス風にお送りしたいと思います。どうぞ。はい、与える餌はレッドローチです。ユニコーンマンティスは獲物を発見すると徐々に近づいていきます。レッドローチの注意力のなさをつけ込み、アグレッシブに距離を詰める。あ、残念ながら外しましたが、ものの数秒でチャンス再来。もうなんなら食われに来てる。そりゃそうじゃ。捕獲したレッドローチをちびちびと食べていく。小刻みに震わしてる触覚も愛くるしい。風の噂によると、この震える感じが西野カナさんの作詞にも影響を与えたと言われている。あ、こちらのユニコーンマンティス、レッドブルーを飲ませてもペガサスマンティスにはなりませんからねって成虫だったことを言った時に言っとけばよかったです。そろそろと終わりが近づいてきました。ここまで食べ尽くすのに20分ちょっと。この体格であのレッドローチの大きさを食べたと考えるとなかなか早いと思います。食後はしっかり釜掃除。この清潔感が僕や同居人の平岡にあれば、昆虫ハウスのリビングがこんな汚れることもなかっただろうに。はい、いかがだったでしょうか。まあ、普段のね、昆虫ハウス101号室の動画を見てる方からしたらね、この編集ちょっと手抜きじゃないかとかね、お前楽しただろうって思ってるかもしれませんけど、はい、それはありますよ。まあでもね、この週2投稿という中で、そのうちの1回はこれだったらもちろん資材ですよ、それはね。ちゃんと俺も飛び降ります。ただね、今回はですね、普段の2投稿プラス1回、ここでやらせていただいたので、まあ、ここだけは理解してください。文句言う人は黙って布団に入ってもう眠っててください。この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。